今日はですね、HD60X、これ L 型のキャプチャーユニットなんですけれども、こちらをですね、今回購入しました。これなんでかというと、前回ぐらいに、レトロティンク 5X、あ、じゃなくて 4K ですね、あちらの方を導入したので、まあ、キャプチャーユニットもですね、まあ、新しいやつと、まあ、変えた方がいいんじゃないかっていう話をちょっとだけで、まあ、したと思うんですけど、ようやくですね、新しいのが近代的なものを導入をすることができましたので、今回はねこれ開けて、まあ、MacOS の方でですね、実際に、これまた録画が非常に難しいというか一番難しいと思われる上海2ですね、あの基板をですねこれでキャプチャーしてお届けしていきたいなと思います。はい、ということでまずはねテストを開封してテストをやっていきたいと思います。で、今までじゃあ何使ってたのっていうやつなんですけど、あと今年に入ってからの動画ではですね、一応まあその細かいね概要欄のところに書いてたんですけど、もともとですねこれ使ってたんですよ。これは、X キャプチャー1っていうですね、これはあそこのマイコンソフトですね、電波新聞社の子会社だったのかな、もともとね子会社だったような気がするんですけど、マイコンソフトの、X キャプチャー1っていうですね、これ USB3.0 に対応した、まあフル HD でキャプチャーできるものです。で、ここがねまあ普通のねビデオ端子の入力になるのでこれはいらないんですけど、 HDMI で入力して、パスする出力ができるっていうですね、これできた時、出た時はですね、割と、まあ、画期的なものだったんですけど、これ出たのだいぶ前なんですよね。これいつ出たかな。しかもね、バスパワーで動くっていうですね、非常によくできてて、で、しかもフル HD を転送するために USB3.0 に対応してるっていうですね、これ3.0 の仕様が出てから割とすぐ出たやつだったと思うんで、当時はね、かなり先進的なものだったと思うんです。で、私も少し遅れてね、これ導入したので、かなり後半で買ったような気がするんですけど、結構ね、こいつはいろんな周波数食うですね、非常にいい、ものでした。で、ただですね、まあ、問題点はね、今となってはってやつなんですけど、それはね、もう世代がだいぶ違いますからね。まあ、まずね、Windows 専用なんですよ。Windows の、しかもね、もともとね、古いね、Windows 7とかね、あの辺にしか対応してなかったんです、もともと。で、Windows 10が出て、しばらくしたらね、なんかね、もともとはね、なんかね、ビデオキーパーっていうソフトがついてたんですけど、それがね、なんかね、Adobe のフラッシュかな、あれのプラグインが、まあ、Adobe がね、EOL に仕上がったので、まあ、使えなくなって、で、ビデオキーパーライトっていうですね、ソフトをまた追加でね、簡易版みたいなの出したんですよね。で、それがですね、あんまり、まあ、なんちゅうのかな、出来が良くなくて、まあ、一応動いてるたんですけど、なんかね、細かい設定ができないんですよね。で、まあ、できなくはないんですけど、解像度とかね、リフレッシュレートとかもなんか決められるような、決められないような。で、しかもその、その Windows 11になってからですね、なんかメモリ保護のオプションがあるんですけど、途中で追加されたと思うんですけど、途中じゃなかったかな、うん、で、それにもね、ずっと対応してなかったんですよ。で、この間ね、久しぶりに更新アップデートが出て、やっと対応したんですけど、まあ、せいぜいそれぐらい、で終わってるっていう、まあ、かなり旧式のものになります。まあ、旧式っつってもね、その10年も前っていうほどではないよね。うん、いつだったのかな、ちょっと詳しくは忘れました。で、これが大体、これをメインで使ってますね。で、その前は何使ってたかっていうと、これ使ってたんですよ。これね、ヤフオクで、ヤフオクじゃない、アマゾンでよく売ってる、なんかね、こんななんか中華製のキャプチャーユニット。これもね、USB3.0 に対応したやつなんですよ。で、4K で入れて 4K で出すっていう、やつ。で、USB3.0 で。で、これのいいところは、なんとですね、この X キャプチャー1よりも優れているところがあって、Mac でも動くんですよ。MacOS で、OBS でこれが使えます。ただですね、こいつはこいつで問題点があって、まあフル HD が MAX っていう、まあ 4K って書いてあるんですけど、
あのね、4K30 までいけるのかな。あの、まあ大体ね、フル HD ぐらいのものっていうのと、あと音声入力が非常に貧弱なんですよ。あの、HDMI に乗ってるやつだったら、まあなんとかかんとかなんですけど、MacOS だとですね、あの、OBS で音声の、ダイアログが出てこないタイプのやつですね。だからなんか別のプラグインをさらに追加しなきゃいけないっていうですね、あの、割とめんどくさいやつでした。ただこいつの優れたところはですね、パススルーでこういう 4K アウトで出すんですけど、これの遅延がね、ほとんどなかったんですよね。非常に優れたものだったんですけど、あの、これもね、やっぱりちょっと仕様的に古い。もうこれもだいぶ前に買ったやつですね。あの、これはまあ、あの、普通のキャプチャーをやるんだったら、要は家庭用機のキャプチャーやるぐらいだったら、HDMI 出力の家庭用機のキャプチャーするぐらいだったら、で、実は全然こいつでいいんですけど、あの、アーケード基盤って言った瞬間に、え、ちょっとね、かなり物足りなくなるっていうものですね。はい。ということで、どれも一長一短あるものでした。で、こっちがですね、今回買ったエルガトの、一番新しい H16CX ってやつですね。これも USB3.0 なんですけど、まあ、4K に対応してるっていうのと、あと、まあ、今時の、まあ、仕様で G-SYNC のパススルーに対応してる。つまり、あの、ここからパススルーする、まあ、あの、信号はですね、こいつ、この古いやつだと 4K の 60p とか対応してないんですよね。で、こいつはね、パススルー対応してますというのと、OBS で、MacOS とかでもう、ちゃんとね、音声の出力がね、出ると聞いてます。古いタイプよりもかなりまともになっているということで、いいのかなとは思います。あとは遅延が少ないっていうところでは、まあ、かなりね、まあ、定評のあるものかなと思います。USB はですね、USB3.0 Type-C って書いてあるので、まあ、あの、今で言うところの USB3.2Gen1 かなと思います。まあ、なんか書き方がね、まあ、おかしいですよね。はい。ですね。はい。なので、まあ、C にも対応してると。で、一番大きいのは、これが正式に公式で、正式に MacOS に対応してるというところが、やっぱり、使う側としてはですね、非常に重要なポイントかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、早速開けてい、こうかなと思いますね。まあ、多分ね、あの、この HD60X 自体は、あの、開封動画とか、多分、あの、他の動画であると思うので、まあ、簡単にやっちゃいますね。多分、そんな大したものは入ってないはずです。よいしょ。このやつですね。よいしょ。なんか、ピラピラの紙が入ってる。これ。ゲームキャプチャーで、まあ、その解説が入ってる。まあ、これが本体ですね。はい。うん、めちゃめちゃちっちゃいですね。はい。こっちの X キャプチャー1なんかの何分の1やろ、本当に。ほら、こんなにちっちゃい。昔の使ってた、これに近いですね。はい。で、端子が、HDMI インとアウトと USB-C、これ転送用の、USB ですね。あ、HDMI の入力出力と真ん中に転送用プラス電源の USB-C の端子という、まあ、これだけですね。こっちなんもない。あの、ランプがあるだけですね。これは多分ビデオランプだと思いますね。はい。と、あとはなんかシールみたいなのが、あと説明書とシールですかね。これはいらないので、まあ一応出していきますか。ケーブルが2つですね。エルガトのマークが入った HDMI のこの網の強いケーブルですね。あと USB-C to USB-A。っていう非常に嬉しくない。いや、嬉しくないことはないですけど。はい。の、網のケーブルの2本がついてます。はい。これはまあ使えると思うので、はい。使っていこうかなと思いますね。はい。そんだけです。簡単なもんですね。はい。よいしょ。はい、ということで、まあ、これでですね、上海2の基盤、前回ね、前回というか、
レトロティンク 4K の動作の時に上海の基板をご紹介、ちょろっとねご紹介したと思うんですけど、それをねこれでキャプチャーしていこうかなと思います。はい、で、今回ね、検証で使う基板がこれです。上海2の基板です。これは前回もご紹介したと思います。はい、この基板の一番やばいところっていうのは、前もご紹介した通り、水平動機ですね。あれが普通は15キロか15.75か 31kHz の、まあどっちか、いわゆる15キロヘルツモード、もしくは31キロヘルツモードのどっちか、もしくは24キロヘルツの、この3つのトリプルスキャンで大体対応できると思うんですけど、これは、どれにも属してません。16.3 っていうですね、とんでもねえやつですね。はい、16.3 だったか 16.5 だったか、なんかそういうやつです。つまりは、一般の液晶では映すことができない基板、ですね。当時 あのブラウン管はですね、そういうなんか変態信号でも食ってくれたんですよね。映してくれた、入力してくれたということです。でしかもね、これ作ったのが、三電子ですね。で三電子ってご存知の通り、割とそういう機器系に強い、制御機器系にね強い会社なので、まあそういうその仕様の裏をま塗って、多分一番都合のいい、その周波数にしちゃったというパターンだとは思いますね。はい、まあここで邪魔端子になってるので、邪魔規格の端子になってるので、邪魔にねちゃんとね 15.75 って書いてあるんですけどね、これは乗っ取ってませんので今だと非常に映すのが難しいというですね、変態基板の代表格なんですけど、こいつをですね、レトロティンク4K だと映せるので、綺麗な HDMI に変換したやつをこいつで MacOS で、キャプチャーするということでやっていきたいと思います。で MacOS はね、ここで使ってる MacBook Air の M2 ですね、こちらにぶち込もうという予定です。でこれでですね、私 の編集環境が全て Mac で完結するということでですね、 Windows キーもこっちあるんですけど、この下にですねあるんですけど、Windows キーでの編集はですね、あんまりね、まあなんか肌に合わないというか、まあ、まずね文字が汚いじゃないですか、 Windows フォントが。だから私的にはなんかこうそういうデザイン系っていうか、動画の編集とか、あとは写真系の編集とか、そういったものは特に MacOS じゃないとちょっと やりたくないっていうのはもう昔からそうなので、Mac ずっと使ってるんですけど、MacOS 7.5.5、 昔漢字トークって言ったんですけど、 7.5.3 とか 7.5.5 とか、あの辺ちょうど MacOS から漢字トークっていう名前から変わった頃か、あの辺から使ってもメインで使って、メインっていうかかなり使ってますけど、お仕事で使ってますけど、まあ、今でもね Mac 使ってますね。はい、なのでちょっとまあ、MacOS で完結する、これは私のねどちらかというと、まあ、趣味なので Windows でいいじゃんっていう人もいっぱいいると思いますので、そういう場合はねこの XCapture1 でも全然いけると思いますよ。はい、ただちょっと細かい設定がね、やっぱ今時の細かい設定がちょっとできない、っていうのと、 OBS でこいつをぶち込めない、直接ね、なんか仮想デバイスとかを割り当てちゃえば多分いけるとは思うんですけど、そこまで私やってないですね。OBS も Windows で私使ってないので、なのでちょっとその辺をこうまとめたいということが、まあ、主目的となります。はい、それでは、こちらと、この上海の基板で、録画していきたいと思います。
はい、とりあえずですね、OBS の設定をちょっと見ていきたいと思います。はい、エルカトのですね、キャプチャー版なんですけど、OBS でこんな感じで表示できるようになってます。で、従来の、この、Amazon で買ったですね、激安のこいつはですね、なんとですね、音声がですね、直接 OBS に出ない、ものになってました。で、この L 型の H6JX はですね、オーディオもですね、ちゃんとこちらの方に、出るように今なってまして、これ具体的にはですね、このオーディオのデバイスのところにですね、L 型 H6JX って出るんですよ、もう最初から。だから何も考えずにですね、設定することができます。これ MacOS でそうだということですね。今これ上海2のビデオのやつを出してるんですけど、このビデオのプロパティも、まあ、このデバイスが普通にですね、L 型 H6JX で出てくるので、特に何も考えずに、設定することできるかなと思います。で、これ今動いてる、前に設定した状態なので、多分、最初から設定した方がいいかなと思うんで、ちょっと一回ですね、これ削除してみますね。で、これは OBS を起動した、要はそのインストールした直後の状態が、まあ、この状態かなと思うんですけど、この右側のソースのところですね、このソースのこの辺、ここからですね、プラスをして、で、映像キャプチャーデバイス、っていうのをこう選んでもらってですね。で、ここで、まあ、それっぽい名前、例えば Elgato HG60X かな、のビデオと適当に入れます。あ、何でもいいと、後で変えられますからね。で、そうするとこういう風にプロパティが出て、黒い画面ですね、が出ますと。で、この中のこのデバイスのところですね、デバイスのところで、L 型 H6JX、これがもう出てきます。何も考えずにここで出てきます。なので、これを選んでいただいて。でもすると、もうここでね、この画像も出るんですよ。だから、あとはもういいかなと思うんですけど、あとは細かい、内容ですね。プリセットが、はい。で、プリセットをしようというふうに今出てるので、プリセットを使用するというパターンもいいんですが、何が設定されているかいまいちわからないので、これ出してくれればいいんですけど、プリセット使用をオフにするとですね、一回消えます。で、解像度が出てくるので、当然ここからですね、選んでいきます。で、H6JX はですね、この 3840×2140 っていう、この、4K の選択肢も実はできますが、FPS がですね、30までなんですよね。で、30まで設定すると、この、なんかエラーが出ましたね。Does not support input signal upscaling っていう。アップスケーリングは対応してませんよと出ますね、ここでね。なので、入力のソースが 2K のので来ている場合は、まあ、2K を選択する必要があるということですね。なので、素直に 1920×1080 を選ぶとこうやって出てくる。で、逆に、もっと低い640、720×480 とか選んでも、あ、一応できるのか。アップスケーリングはできないのかな。ちっちゃいソースで選択肢も一応出れる。1280×720 とかで出るし、1600×1200 でもまあなんとか出る。まあ選ぶ理由ないですけど。で、1920×1080 の単純な FPS 値で、これ 59.94 を選びましょう。はい。大体ね、まあ、60か 59.94 を選ぶの方がいいかなと思います。で、ものによってはね、例えばですけど、XR カリアとかは 59.94 で出ているので、60にするとですね、音がプチプチって切れたりとかしますね。なので、微妙に合わなくなるからですね。なので、基本は 59.94 にしといた方がいいんじゃないかなと思います。で、フレームインターバルが 16.6833 ミリセカンドですね。要は、1フレームで16ミリ秒ちょい 16.5 ミリ秒ありますよということですね。この 16.6 っていう数値は覚えておくと割といいかなと思いますね。いろんな計算するときに必ず出てくるあたりですね。スト2とかでも、スト2じゃないや、ストリートファイターとかでもね、何フレーム遅延とかっていうのは、基本これになってますね。60の、ベースですね。あとは入力フォーマットの設定ですけど、もうここはね、まあ、趣味の世界というか、
あれなんですけど、はい。入力フォーマットはね、基本は NV12 と YY2 ですね。これは422か420かの違いなので、まあ、この辺詳しくない方は、基本的には422。HD だと422を選んどいて、色空間もね、HD だったら LEC709 ですね。と、映像レンジもフルで選んどけば、基本は綺麗な、一番綺麗なもので出るかなと思います。あのバッファリング使用するは、遅延がしてもいいということであれば、基本的にね、ここからパススルーして出すわけではないので、分岐して出してますからね。ここで、バッファリングしても、まあいいかなと思います。私はバッファリングしないようにはしてるんですけど、してもいいかなと思いますね。はい。まあ、ここでは一回外してみましょうかね。はい。で、これで OK と。で、こうするとですね、映像は出るようになったんですけど、音声がですね、出ないです。で、Windows 版のですね、この OBS だと、ここの下にですね、カスタム音声デバイスを使用するというのが出てくるんですけど、なんとですね、Mac 版はですね、出てこないんですよ。別に設定する必要がありますということですね。なので、ここでプラスを押して、今度はですね、音声入力キャプチャーかな、こいつを選びますと。また出てくるので、まあ、適当に LGA と HD60X Audio。二つあるからですね。ビデオかオーディオかどっちかわかんなくなるので、それっぽい名前を。まあ、なんで、後で変えられます。で、これ出てくるので、デバイスが出てきます。規定って出てくるので、ここで L 型 HD60X。これを選ぶんですね。で、OK と。で、そうするとですね、ここに音声ミキサーが出てきて、L 型 HD60X オーディオをですね、こいつがまあ出てきますと。で、音楽がですね、あるとですね、ここの、メーターがビュンビュンビュンって動くのがわかるので、ここで音声を上げたり下げたりできるかなと。今音が鳴ってないので、ちょっと音を入れますね。はい、ここでもうね、音が、まあ、出てるのがわかるかなと思います。これね、今ね、筐体の方からの音を出してるので、わかりにくいかなと思うんですけど、筐体の方の音を、絞って、で、こっちの方の音声を上げてあげる。音ですね。音が見えるんですが、これですね、音が、モニターオフに今してるので、モニター出力、モニターのみ、ですね。モニターと出力と。すると、この OBS 側ですね、要は、筐体ではなくて、Mac 側で音がするようになりますよと。おー、いうことですね。なので、ここでこうやってスライダーをこうキュッとちっちゃくすると、大きくしたり、ちっちゃくしたりはできますと。いうことですね。ただ、まあ、ここの、筐体の出力がですね、そんなに強くないんですよ。だから、やっぱり、編集ソフトとかで少し上げてあげないと、音量的にはちょっと物足りないという形にもなるかなとは思いますね。はい。ということでございます。はい。まあそんなとこかな。あとはね、この録画って、録画開始って押してもらえれば、これがその指定したフォルダーの方にですね、音が出るようになるということですね。はい。ということで、まあ、OBS の使い方。これはですね、30.0.2 っていうですね、2024年の1月30日現在の最新版でやっておりますので、まあ、そういうものだと思って見ていただければなと思います。はい。多分ね、そんなに難しいことないので、まあ、なんかわかんなかったら、その辺でググってもらえればわかるかなと思いますし、どうしてもわかんなかったら聞いてくださいね。はい、ということで、L 型 HD60X、こちらのキャプチャーテストと、上海図ですね、キャプチャー、こちらの方を見てきました。OBS のね、設定については、あんなもんですよ。要は、ろくに、なんていうんですかね、設定しなくても、まあ、一応映ると。ただ、60fps で、撮りたいとか、そういったところがあればですね、まあ、
ちょっとちゃんと設定した方がいいかなと思いますね。私の方では、その自動にはしないということで、やってます。ちゃんとね、ちょっと自動がね、どういう値が、適用されてるかまあわかんないので、そこはちょっと疑ってかかってるというところですね。はい。マニュアルで設定した方がいいと思います、あそこは。はい。ですね。で、そこさえ守れば、基本的にはですね、まあ、普通に、要は MP4 とか、MP4 の、なんかね、その、途中で切れても大丈夫な、MKV だったかな、という、やつで OBS は、取れますので、そいつも編集すれば OK と。で、MKV 自体はですね、なんとプレミアプロが対応してないので、一回ですね、今使ってるのがですね、ロスレスカットっていうアプリをかますとですね、その、普通に MP4、MKV のファイルから MP4 に、瞬時に変換、瞬時っていうか、一瞬で変換が終わるので、それをこう読み込ませるっていう、まあ、ちょっとね、一手間かかって、るんですけど、まあ基本的にはそれでできるということですね。ちょっとね、プレミアプロね、前からね、対応悪かったんですけど、今ね、この動画実はプレミアプロでずっと、うちのチャンネルはやってるんですけど、ちょっとね、制作環境としても、プレミアプロそろそろ限界かなというところがだいぶ見えてきてますね。このね、動画自体も、実は N ログっていうか、N ローか。N ローで撮りたいんですけど、本当は。プレミアプロが対応してないので、今のところね、普通の、MP4 ですね、モブファイルですけど、そちらの、で撮っているというところですね。ちょっとね、カラーとかはもう少し合わせたいなっていうふうに思うので、ちょっとね、制作環境自体をアップデートしたいなと思いつつなんですけど、ちょっと今ね、作業で使ってるのはこの持ち運びを最優先で選んでしまった MacBook Air の M2 でやってますので、ちょっとね、やっぱね、パワー的に足りないかな、もう少し欲しいなってね、特に書き出しのね、スピードがやっぱちょっと遅いっていうのがあるので、やっぱね、M3 Mac、が欲しいなと思い始めたところでございます。はい、NAS はね入れたので、まあちょっとツイッター見ていただいてる方であれば、まあ、わかるかなと思うんで、まあ保管の方はまあ大丈夫だったんですけど、今度は制作環境をですね、動画を編集するというところに関してはちょっとずつまあアップデートを今やっているところです。はい。で、Mac で特にやる方、もしくは、Windows でもWindows でやってるよという方であってもですね、もうこの、L 型の、よいしょ、こいつですね、H60X、こいつが、まあ、かなりいい感じで、取れますので、お、ピント合わない。はい、取れますので、まあ、これでいいかなというおすすめですね。今のところ、これが一番いいかな。私が今まで触った中ではですね。はい。最新のね、USB-C にも対応してますし、まあ、残念なのはね、4K60P で撮れりゃいいんですけど、4K60P の、ゲームがですね、まあ、今まで私がやった中だと、やっぱ Windows のね、アプリしかないので、Windows のキャプチャーに関しては、まあ、Windows 上でキャプチャーできるというソリューションもあるのでですね。まあ、もちろんね、最大負荷を考えると、一回 HDMI で出して別の PC で録画する方が安全だというふうな考えも当然成立するわけですし、それは正しいような気がするんですけど、ただ4K で、4K60fps で撮ったところで、一体誰が、そういう視聴環境を持っているのかと、こういう問題に次はぶち当たるわけですよね。なので、まあ、あんまり需要ないかな、というですね。特に YouTube で配信するということに関しては、多分、あんまり今のところ需要がないですね。要はね、2K で撮れれば、2K60fps で撮れば、まあ、割と十分ですね。もちろんね、120fps とか、VBR、バリアブルレートとかに、対応してると、よりいいんでしょうけど、そもそもね、対応してないからですね、YouTube 側がですね、視聴環境もね、そんななんか、可変レートに対応してる、画面で見てる方なんていうのも、
かなり少ないと思いますし、大半の方はスマホで見てる、スマホか iPad とかで見てるんじゃないかなというふうに思いますので、まあそういったところにね、あまりにもその4K、やれ 4K だ、やれ 8K だっていうふうに持っていっても、視聴環境と制作環境があまりにも乖離が激しくなるし、その 4K だ 8K だってさ、まあ、作ってると時間もお金もかかってくるわけですよね。なのでそこまでいらんだろうというのが今のところ2024年現在の私の感覚です。まあ大半の方はやっぱりそういう感覚なんじゃないのかなというふうには思いますので、まあ、高画素化という意味では、まあ、これ以上やらなくてもいいかなと今のところですね。はい、思います。ただちょっと、動画の編集に関しては、もうちょっとどうにかしたい。特にプレミアプロがダメすぎるので、ダメってわけじゃないですよ。ダメってわけじゃないですけど、やっぱりその、制作をやられてる方を見てると、やっぱり、他の環境に映ってますよね。どことは言いませんけど。はい。映ってるので、ちょっともうダヴィンチリゾルブなんですけど、ダヴィンチリゾルブの方に映ってる。ファイナルカットはちょっと、だいぶ勢力が落ちてきたかなと。なので私も、もういずれはダヴィンチリゾルブの方に行かないといけないのかもしれないなと思いつつですね。はい、ちょっとまあプレミアをねずっと使ってたので今更変えたくないなというのもあるはあるんですけど、はい、もうね、しょうがないっちゃしょうがないですよね。アドビさんも、すごいソフトはね、ずっとすごいんですけど、ダメなソフトはすぐ切り捨てますからね。いろいろね、Fireworks とかね、昔みんな使ってたやつとかも切られましたし、はい、そういう会社だからしょうがないとは思いますね。はい、ということでした。はい。で、一方ですね、この上海2の話になりますけど、上海2自体はですね、この、もともとね、アクティビジョン、が、開発した、もともと何で出てたのかな、まあ、IBM PC とか、Apple II とかあの辺だと思うんですけど、Commodore 64とかね、あの辺だと思うんですけど、それを、まあ、まあ、最初にね、その、システムソフトだったと思うんですけど、日本に輸入して、まあ、PC88 版、MAX 版、SR 版、あれが出ましたよね。私も持ってましたけど。で、マウスで遊べたんですけど、当時88でマウス持ってる人ほとんどいなかったので、大半ね、テンキーでね、カチャカチャカチャって言われながら、ピッピッ、カチャカチャカチャピッって、カチャカチャピッみたいな感じで、片手でね、こうババババって遊ぶっていう、そういう感じでやってた人が、まあ、割と多かったですね。私もね、テンキーで右手だけでガーってやりながらやってましたね。はい。で、この上海はですね、そのアクティビジョンの、権利をですね、三電子の方が許諾を得まして作ったというものになります。はい、この時代はですね、この前にですね、上海、初代上海が実は出ているんですけど、それはね、初代上海の、要はその、なんていうのか、標準のこういう形のね、ダイヤモンド、少しダイヤモンドになったような、そういう配列だけだったかな。まあ、か、もうちょいしかなかったんですけど、この上海2になってから、この配列のバリエーションでですね、こいつがですね、ぐわっと増えた感じですね。これ、PC 版でも出てると思いますので、特にその、なんていうの、アーケードだけでしかないっていうものではないですね。システムソフトからも出てたかな。ちょっと、記憶が曖昧ですけれども。で、その中でもですね、この上海2、この後に実は上海3っていうのも出るんですけど、このね、三電子の上海2がですね、実は、この当時出た上海の中では、一番、出来が良いと言われてます。開発はね、サクセスが確かやったと思いますね。1、2、3ですね。で、販売は、あれなんですけど、あそこの、三電子なんですけど、開発はサクセスですね。で、なので、まあ、サクセス開発の上海シリーズの中でも、この2が一番出来が良いと言われてます。で、なんでって言われると、なんでかなって感じなんですけど、1はね、オープン、その、このタイトル画面も、ちゃんとね、上海のパッケージの絵がね、キャプチャーされて綺麗なんですけど、上海2はね、これ真っ赤っかに上海2なんですよ。ドラゴンはちょっと出てくるだけ。で、割と簡素なんですけど、ね、なんかその、上海1のいいところを、さらにこう、良くしたようなものになってます。
で、上海3で、上海3は2人同時プレイができるようになってるんですけど、2人同時でね、上海やるっていうのって、あんまり需要がなかったのかどうなのかわかんないんですけど、上海3はですね、上海2よりもあまり実は今も人気がないです。その一番大きな違いっていうのはですね、その3でやっぱりそのシステム変えちゃった、その2人同時がプレイができるので変えちゃったので、まあその、なんていうのかな、ちょっとテイストが変わってしまったっていうのと、あとそのシステム基盤も違うんですよね。で、違って、しかもその3の方が PSG なんですよ、曲が。で、1と2は FM 音源載ってるんですよ。なので、音がね、やっぱ2がいいんですよ。このホワーン、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 ホワーンって言って、一面の曲ですけど、あれはね、やっぱ上海やるとき曲だよね、みたいなね。そういう、その、なんていうのかな、こう固定観念というか、私も当時、暇なとき上海やってましたけど、ゲーセンで。うん。やっぱこれじゃないかなって、思えるような、素晴らしい音色。素晴らしい音色というか、まあ、2面とか、ね、3面の曲も、まあ、似てるんですけど、似たような、同じテストでね、わーっと作られてるんですけど、うん。これがやっぱりその、やっぱ上海といえば上海2かなっていうんで、今もね、上海2の基盤って、上海1、2、3の中で一番高く取引されてるし、なんだったらゲームセンターに行ったらですね、レトロゲーセンに行ったら大体置いてあるんですよ、これ。というですね、それぐらいやっぱりその、まあ、なんていうか、名作ですね。上海の中では一番名作かなと思いますね。で、サクセスの上海って、その後にいろいろ出てるんですよね、なんだっけ。台東の、FX システムの後に出たジーネとか、とかも出てるので、まあ、この後ずっと続いてるんですけど、そういうのはあんまり置いてなくて、やっぱり上海2なんですよ。というですね、マニアから言わせると、やはりその上海といえば上海2というですね、何かこう、よくわかんない魔力があるということですね。私もね、やっぱね、上海といえば上海2なんですよ。なんでかわかんないけど、なんでかというと、一番遊んだから、一番ゲームセンターに置いてあったから、もうそれだけですね、他の上海全部舐め尽くすように遊んでないので、どう違うかって説明しろって言われるとちょっと困るんですけど、やっぱ上海って言ったら上海2だよなぁと。おいうとこですかね。あとね、配列がね、結構、まあ、絶妙っていうか、なんていうか、これも多分アルゴリズムで上海って難易度ってものすごくこう上がったり下がったりするんですけど、上海2はね、割と難しい配列が多いかなと思いますね。上海って右か左かが空いてたら取れるんですよ。で、そこがピチピチに詰まってたら取れない。ですね。ただそれだけのルールなんですけど、だから横に長い配列がされてたら早くそこを崩していかないと、真ん中のあたりのやつをこう2つで取っていかないといけないので、まあ詰まると、詰むということですね。で、1つの範囲は4つあるので、まあ、なんていうかな、2回取れるんですよね。2回セットでこうやって取る。だから、縦にね、長いスタック、積み上げがあった場合には、その同じ範囲が上と下にある場合があるんですよね。だから、上と下にあるパターン、やつと、それと、その、離れたところに4つあるパターン、2つあるパターンがあった場合ですね。この横に離れたフリーのやつを2個取ってしまえば、もし上と下がその、スタックしてあれば、これで積みなんですよ。で、積みも、その、横のやつを取った瞬間に積みって分かりゃいいんですけど、ずっと進めていかない、で、取るのがなくなって初めて積みになるんですよね。だから、実は一手目で積んでるんだけど、ずっと進めていかないと積みにならないっていうですね。この意地悪さ。これがね、上海のこう、まあ、独特のルールに今なってるんですけども、まあ面白いですね。これを避けるために、やっぱりできるだけそのフリーのやつを取らない。で、できるだけそのスタックされた上の方と、もしくは横に長い列を早めに崩していく。というところを優先でやっていかないといけないっていう。まあそういう、まあ鉄の掟があるわけですね。他の方から言わせるともっとなんかすごいルールがあるのかもしれないですけど、まあ基本ルールはまあそんなもんですというところですね。なので、一回やっちゃえばね、すごくわかりやすいゲームなので、これ、今ここに出てる、この配列ですね。これが初代上海の基本配列ですね。なので、まあ上海2でももちろんこれ、遊べるので、まあ、やっ
ってみて、やったことない方はですね、ぜひやってみていただきたいなと思いますし、昔はね、これ、なんだっけ、Linux のディストリビューションとかインストールするとし、マージャンっていうなんかソフトで、なんか、海賊版みたいなのが遊べたりとかしましたけど、今はもうダメかな。アクティビジョンがやっぱさすがにそれは許さないっていうふうになってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、類似品もありますけど、はい、最近はね、やっぱりもちろん厳しくなってると思いますので、ぜひ純正の上海を遊んでいただきたいなと思う次第でございます。はい、ですね。で、基板の方ちょっと見ますね。はい、上海2の基板でございます。こんなです。ちょっと、こうしたいかな。はい、ちっちゃいですね。はい、まあ、前も申し上げた通りですね、信号が変態信号になっているので、ちょっと、うん、普通のキャプチャー、というか、変換、ボードだと映りづらい、もしくは映らない、というものをですね、特に、まあ、OSSC を開始するとこれは映らないんじゃないかな。ディスプレイ側がね、対応してない、ことが多いかなと思いますね。はい。で、音源はですね、ここに YM2 に、2038 ですね。はい。OPN ですね。ここに、ありますので、まあ、ホワンホワン音がしてるな、こいつ。です。はい。88とかと、88SR とかと同じやつですね。はい、あとは、ま、CPU は、はい、CPU 分かりました。分かんない理由ありましたね。ここにですね、なんと、CPU あるんですけど、V30 ですね。これ。これ。これ、まあ、いわゆる、PC9801 とかで、使われてた、インテルの8086の互換の CPU ですね。で、型番は、MUPD70116C の8。だから 8MHz。V30 の 8MHz ですね。いわゆる PC9801 で使われていた CPU ですね。PC9801VM とか VX とかで使われていた CPU です。はい。なんと珍しいですね。はい。で、ここに VP ですね。これが、日立の、HC634848、うん、っていうやつが、でっかいやつが載ってますね。はい。で、ロームが 4つという非常にちっちゃい、基板です。裏がまあこんな感じ。なんかね、ここにね、1個ジャンパーが飛ばしてあるんですけど、多分純正じゃないのかな、わかんない。他の基板見たことないんで、わかんないですけど、はい、こういうやつです。まあね、TTL、要はその、ロジック IC が山のように、あるので、なんか、故障するとすれば多分この辺が、故障する可能性が高い、ですかね。うん。と、まあ、特に語るところもない、基板でございます。まあ、ちっちゃいのでね、管理しやすいというところと、まあ、壊れても修理しやすいのかな。というところが多いかなとは思いますね。まあ、S3 がグワーンと並んでたりとかするので、はい。まあ、壊れたらその辺見ればいいんじゃないでしょうか。というようなやつですね。アルミ電工もね、ここにごちゃっとあるっちゃあるんですけど、まだこれ動いてるので、そのまま死にしてますけど、はい。まあ、音出なくなったら、まずはこの辺交換してみるということが、で、復活する可能性は高いですね。はい。あとね、この辺にね、パソコンがね、わーんとね、青いやつが綺麗に並んでますね。非常にお金かけたというか、ちゃんと作ってる基板なので、ノイズの心配とかはあんまりないんじゃないかなというふうに見て思います。はい。安い基板とかね、適当に作った基板で、パソコン、この高周波用のね、パソコンで、ちっちゃいやつがね、ロジカル C の横に必ず、あるんです。本当は置いてねってね、テキサスインストゥルメントのマニュアルとか見ると書いてあるんですけど、置いてないやつ多いんですよね。動いちゃうから。まあ、どっちでも、動きはどっちでもいいかな、ね、みたいな、はい、ところは言えるかな、というふうに思います。はい、まあ、こんなとこですかね、上海2、はい、でした。はい、ということで、今日はですね、ルガトの HD60X ですね、このキャプチャーボードと、この上海2のこの基板、こちらで、
一番映りにくい基板と、Mac で一番映しやすいと思われるキャプチャーカードボード、こちらのテストをしてみました。はい、それではまた次の動画でお会いできればと思います。それでは。